で軍用地主会をやった時に、会長になったら意外とみんな土地代をもらおうと思ってるかと思ったら何を言ってるんだと、安くてもいいからとにかく土地を売った方がいいんじゃないかという、そのような反論が出てきます。まあその時も当時沖縄も簡単には一本化はされないわけですね。軍用地土地委員会の米軍から指名されているとですね、土地連の事務所を来てこう言ったわけです。軍用地連合会は何の権限があって軍の土地買い上げに反対であると発表するのか、越権行為はやめたらどうだ、所有権を残す方法で売れば軍が引き上げていった後土地は地主に戻るし、売上金で地主は転用資金や移民の資金にもなる、なのになぜ反対するのか聞きたいと言って、まくし立てるわけです。このような時にはどのようにちゃんと反論したか、やっぱ長江さんの理論武装は考えてるだけするのようにですね、このような反論をしております。沖縄の国際的地位が明確でない今日、祖国の領土権につながる広大な土地を外国政府に売り渡すことは民族の将来を誤る危険なことである、経済的な面からは適正額にも達しない極めて低賃料であるのに売る話をするのは愚かなことだ、米軍の軍用地が永久に外国のものになってしまうということは日本民族の立場からは耐えられないし、沖縄に住民の将来を思うとき、あなた方のように割り切って考えることはできないというようにしっかり反論したわけです。どうでしょうか。素晴らしい反論だと思います。日本民族の立場から売ることはとても受け入れがたいと